アニメーションにおいて音楽の役割っていろんなものがあると思うんですけれど、今回はもうスイッチングだと思ったんですよね。敵がパンと襲ってきたり、魔法をパンと発動したり、でそこにこうギャグがポンと入るって、なんかそのテンポ感を作るのは音楽の役目も一つあると思ったので、こうブロックのように置ける音楽っていうんですかね、ブロックのように置いてもこうなんか面白く見れるっていうのは結構意識して作ってます。歌って非常に強い表現だと思うんですよ。ただ同時にそのダイアログとセリフと被るっていうのは永遠の課題であると思っていて、で僕はやっぱりアニメーションに対してフィルムに対して音楽を作っているので、こう当たってしまう歌を作っちゃったらダメなんですよね。でそこはどうやって解決してるかっていうと、構成で実は解決しているところがあって、こう歌が入るところと入らないところっていうのは結構意図的に作っているんですね。ずっと歌があるわけじゃないんですよ。でなのでそこで演出上、例えばここまでは歌なしにしておくと、でもあるところから例えばバトルがこうバンバンって筋肉やり合ってるところとかはもう歌詞が入る余地があると思ったんですね。言葉が作品の中からポンと歌で背景音楽で聞こえてきてると、なんかこうちょっとやっぱり盛り上がるところはあるんですよね。でその盛り上がるところと役者さんたちの演技やセリフっていうのがやっぱ全部相乗効果にならないと意味がないと思ってて、でなんかそれは本当に意識してます。この作品においては音楽をしっかりグッと出して、いろんなものがの量感が大きくないと迫力が出ないなって思ったんですよね。でそれは本当に作品によるんです。なんですけどマッシュルという作品においては、まあ、それがきっと必要なんだろうなって思ったところもありました。